ですよね。これがやっぱり落ち着くんですね。この卵のね、半熟具合もいいじゃないですか。で、卵の下にはね、キャベツが隠れてますから、うん、じゃあ、ちょっといただきます。いえいえいえ、本当ありがとうございます。めっちゃこういうの嬉しいんすよ。嬉しいんす。ちょうどよかったっす、あのあんころ餅甘くなくてちょうどいいんすよ。いただきます。甘いの食べる俺ですか。めちゃくちゃ食べますね。めちゃくちゃ食べます、甘いもの。めちゃくちゃ食べます。俺は食べます。うん、たまに食べると余計。へえ。じゃあ、ごちそうさした。どうも、またお願いします。いやー、お腹いっぱい、お腹いっぱい、超お腹いっぱい。今日はサービスで山菜と盛り合わせまで出てきたね、おひたしね。美味しかったですよ。で、これからまた神戸向けの方出発します。また来ます。ありがとうございました。あれさっき起きた時は気づかなかったんだけど、誰かな。こんなちゃんとフックまで用意して差し入れいただいてますね。これ申し訳ないな。これ誰だろう、誰だろう一体。いやー、何も、いやいや申し訳ないね、こんなね。差し入れがぶら下がってんの気づかなかった、降りた時には。ありがとうございます。いやー、なんか申し訳ない。はい、今朝食の方済ましてドライブインの方出発します。ここちょっとね、見通しがかなり悪いんで、出る時は注意が必要です。はい、本当に危ないんで。あとこれからね、日本海東北道に乗って北陸道に乗って、あれですね、神戸の方向かっていきたいと思います。ちょっと短いですね、ここの方ね。短い、前より短くなってる気がする。勢いはいいけどね。
あーそう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 。茨城県の方にちょっと試しに使ってみてくれっていうのをなんかもらったんですよ。コーティング剤と質は違うんだと思うんだけど、まあ、今度機会あったら一緒にコラボしてあのあれ試してみたいんですけど、これどうやって使ったのって思ったんですよ。それでどこに大体フィーであれっすよ。でで伸ばす、こうしますよね。で伸ばす、これを伸ばすの、伸ばしゃいいですか。施工方法が全然俺こういうの使わないからわかんないんだけど、まあやったで、ちょっとあのタオルで拭いてみますか。はい、いいよ。伸ばす、これ2サビで OK です。あの水をやるともういいっすか。タオルタオルが水よく取れます。そうそう、どうすの、これめっちゃあの吸い取ってくれんの。これ伸ばしました、伸ばしましたよ今ね。でこれ水かけてみたらどうなったっていう、流す、なんか流れてるね、これは。はい、あ、電池で違うじゃないですか。なんでしょこれ、わかりますよね。水滴が引かない、これが何とかっていうやつ、出力なんですか。流れますね、流れますよね。何これ、一吹き全然違いますよね。全然違いますね。なんだこれ、これこういうの使わないから分かんないね。施工方法合ってるかどうか分かりませんが、施工方法も何も聞いてないんでただもらってるのをちょっと使ってみたら、よーく弾くわ。ほー、こんなのもあるんですけど、ちなみにあっ、ね、全然違いますね。いきますよ。はい、こっち何も施工してない方全然違くない、全然違いますね。なしかこれベローンって全然違うじゃん、ベローンってな、水も弾きはしないですよこれ。全然違いますね。で、こんな違うんだ。まあ今度ね、機会あったらコラボしてこの商品皆さんにね、お伝えできればなと思います。これダメだなこれ、ずーっと水残ってるじゃないですか、うん、全然違いますね。じわじわじわってなんなん。皆さん洗車も終わりましてね、あとシャワー浴びて俺は出発します。ドライブインにね差し入れ持ってきてくれたのも風俗さんです。いつもどうもありがとうございます。ちょっと久しぶりの対面だったんですけど、今日ねグランドでした。で、トラックの洗車とかも全部風俗さんに取ってもらいましたんで、今後ともよろしくお願いします。あと気をつけて帰ってください、はい、俺も気をつけて後向かいますわ。はい、また今度よろしくお願いします。こちらこそお願いします。じゃあどうもありがとうございました。どうもー、よいしょ。